1.3 キロ、超軽量、小型で持ち運びしやすく、操作は付属のリモコンか本体上部、タッチパネル、急速加熱、2秒の機動力、70度の首ひれ機能も搭載、点灯時、自動オフ、こんなに備わって、お値段5000円以下のぶっ飛び価格、ホットヒーター、こちら紹介していきたいと思います。こちら。では、早速開けていきます。取説。リモコン。本体こちらでございます。上部背面電源コード持ち手が革素材、こちらのホットヒーター、高さ23センチ、横14センチ、奥行きは15センチ。操作はですね、こちらのリモコンか本体上部タッチパネルで操作ができます。こちら転倒防止のボタンです。この部分滑り止めになっております。全体的にツルツル。では特徴を順番に見ていきたいと思います。 PCT セラミック加熱がすごい。本体こちら1200ワットの加熱力、 PTC 発熱体仕様によりたった2秒以内の急速加熱、ブラシレス PC モーターと9枚のブレードが空気の流れをスムーズにし、柔らかく静かな暖かさを生み出します。本体動作音は 45dB 未満、夜間でも使用でき急速を妨げません。安全性、動物や子供が誤って倒してしまった場合、裏を見ますとここ、はい、出っ張りがあります。こちら点灯自動オフが動き、電源を自動的に落としてくれます。今何もついてないんですけども、下の部分押します。つきます、離します、つきます、離します。点灯の認識がこのボタン、このポッチ、これが床面積につかなくなりますので、安全のため点灯防止が働き、電源が消えます。またその他にも本体は難燃性材料が使われております。省エネ、温度調整はサーモスタットにより一度刻みで温度を調整できます。リモコン操作、本体は上部のタッチパネルでも簡単に操作できますが、付属のリモコンでも遠くから操作ができます。上が電源ボタン、すごい、ほんと、つけた瞬間もうね、風があったかいのが来ます。有効距離は3メートル。リモコン、まずこちら、この一番上、こちらはマイナス4機能、空気を浄化してくれます。こちら、モード M。こちらは3段階温度調整を切り替えていきます。続いてこちら、OSC。なんとこちら、首振り機能がついております。本体、まあ、ここ回っていますので、ここが動きます。70度の角度で回ってくれます。回るスピードは変更できませんが、そのオンオフすることによって本当に完全に固定で置いとくか、首振り70度、このどちらかを OSC というボタンで切り替えることができます。はい、続きましてこちらタイマー、1時間から12時間までタイマー設定をできます。その時間が来ましたら自動的に電源が落とされます。そして最後、この2つ。こちらは温度を上げる、下げるの1度ずつ上げ下げすることができます。こちら、タッチ対応の LED ディスプレイ。本体の現在の温度を視認することができます。持ち運び、保管が簡単。見てわかる通り、本体とても小型です。簡単に移動、保管ができます。本当にランタンのようにですね、こういって持ち運び簡単で、小指1本でも引っ掛けられるぐらいの軽さ。と地味にこの革製の持ち手がありがたい。いかがだったでしょうか。超小型、持ち運び、保管も簡単、操作も上部のタッチパネルとリモコン操作の2ウェイ、ホットヒーター、監督ラボの監督でした。興味がある方はぜひ概要欄へ